つまじろカーキニスアルバイマーゲネタスは、メジロザメ属に属するサメの一種。インド洋、太平洋全域の海洋島の産ゴ礁を中心に、断片的な分布を持つ。オグロメジロザメに似た大型のサメで、最大で3メートルに達する。ヒレに白い模様を持つことで容易に識別できる。攻撃的で強力な頂点捕食者で、主に甲骨魚を食べる。 同サイズの他のサメより強く、種内で争うことも多い。体制で、メスは夏に1から11匹の子を産む。人に対して潜在的に危険だと考えられる。繁殖力が低く、漁業により減少しているため、IUCN は2016年、レッドリストにおける保全状況を気球種と評価した。ドイツの博物学者、エドワルト・リッペルによって、1837年の フィッシュでローゼン・ミアーズにおいて、カーカー・イアス・アルバイ・マーゲネタスの名で記載された。その後本種は、カー・キーネス属に移された。種商名は、ラテン語のアルビ、マージノタスに由来し、ヒレの縁が白いことにちなむ。タイプ標本は1960年、ラスモ・ファメット国立公園のクレナイ海岸で、捕獲された103センチメートルの未成熟優である。1982年の、 早やせきに基づいた、携帯系統解析では、オグロメジロザメと近縁であるとされ、1992年のアロザイム解析でも同様の結果が得られた。サンゴ礁の近くに多い、インド太平洋と東太平洋の各地に隔離分布している。インド洋西部では、航海から南アフリカと、マダガスカル西シルモーリシャスチャゴス諸島。太平洋西部では、南日本から、 台湾、フィリピン、インドネシア、パプアニューギニア、オーストラリア北部と、グアムパラオニューカレドニア、ソロモン諸島、マーシャル諸島、フェニックス諸島、タヒチ。東、太平洋では、バハカリフォルニア南部からコロンビアとココス諸島、ガラパゴス諸島、デビアヒヘド諸島に分布する。メキシコ湾、カリブ海からの報告は確認されたものではない。 大陸方上の震度30から800メートル、表層から低層すべてで見られる。海洋島、珊瑚体や珊瑚礁のドロップオフに特に多い。妖体は沿岸の浅瀬や小湖でよく見られる。生体はこれより深い場所に生息するが、多少の重なりはある。ヒレの白い模様が特徴。体は頑丈な流線型。糞は長くて幅広く、目は大きくて丸い。 えら列は5体で短い。死列は、両額とも片側12から14で、中央には1から2本の正中死列がある。上アホバは幅広く、斜めの三角形の先頭を持ち、基部近くには、荒い巨子がある。下アホバは直立した先頭を持ち、細かい巨子がある。第一背びれは、大きな三角形で、胸びれの後端か、少し前方から起死する。第一。 第二背びれ間には隆起線がある。胸びれは、目白ざめ類としては、かなり長く、鎌型で、先端は尖る。背面は灰青色で、青銅色の光沢がある。覆面は白い。体側には微妙な白い帯がある。すべてのひれは白く縁取られ、先端も白くなる。最大で3メートルになるが、一般的には2.0から2.5メートルである。 最大で1 6 2 2ラムの報告がある。メスはオスより大きい。ニューハノーバー島の個体。出生地を離れることはあまりない。遊泳力は高いが、縄張りを持ち特定の領域からあまり離れない。通常は単独か2匹で見られる。深い場所で生体メスの小さい群れが目撃されている。動種個体とは激しく争い、多くの個体が反根を持つ。 餌をめぐる争いでは、同サイズのガラパゴスザメ、カマストガリザメを制圧できる。オグロメジロザメとコングンを作ることもある。ツムブリが自身の寄生虫を落とすために、本州の体表に体をこすりつける行動が見られる。概洋で半導いる家族のような怪獣に伴えいしたり、ブリもどきに伴え餌されたりすることもある。ダイバーなどの接近に対して、 小黒目白じろ同様の威嚇行動を行う。まず、サメは対象から15メートル程度離れ、そこから急加速して対象に突進する。全長の2倍程度の距離まで来ると、サメは急減速し、口を開け、胸びれを下ろして大きな甲を描いて左右に泳ぐ。また、これと同時に、本種特有の動きとして全身を震わせながら体の後半に産後下に下げる。 震えは、ヒレの白い模様を際立たせると考えられる。ダイバーが去らない場合、高速で接近してワーゴ場で切り裂いてくる可能性がある。餌は主にハタサバマグロクロタチカマスカ、裸イワシトビウオベラウシの下などの甲骨魚である。稀にトビエイ、小型のサメタコも食べる。大型個体はより動きが遅く、定性の獲物を食べる傾向にある。形の異なる上下の葉は、 大型の獲物に噛みつき、激しい回転や旋回で肉を切り取ることに適している。節時中の他のサメの周りを泳ぎ回り、稀にその餌を奪い取るところが観察されている。人工的な低周波音に惹かれ、船を追ってくることもよくある。他のメジロザメ類同様に耐性で卵黄を使い果たした胎児は卵黄の王を胎盤に転換する。南半球では、交尾。 出産は夏に起こる。オスはメスに噛みついて交尾し、この過程で第一背びれの先端を噛みちぎられたメス個体が観察されている。産子数は3から11。妊娠期間は1年で2年ごとに繁殖する。出生時は63から68センチメートルだが、別の報告では73から81センチメートルとするものもある。体は 生体より浅い場所で見られる。野生下での成長率は一定しない。カトアンド・ヘルナンデスによると、幼体の成長率は平均で 3.8cm 年であったが、20.8cm 年の成長を示した個体がいた一方で、全長が縮んだ個体もいた。 オスは1.6から1.8メートル、または1.9から2.0メートル、メスは1.6から2.0メートルで、生成熟する。ダイバーに大胆に近づく。好奇心が強く大胆であり、特に餌が存在する場合は、潜在的に危険だとされている。水中に入ったダイバーに対して深みから高速で、浮上し、威圧的に近接して調べることがよくある。 ダイバーの周囲を旋回したり、追尾したりすることも知られる。餌を用いた実験では、大型個体がダミーのスキューバーダイバーの足を引き裂いたことから、人に致命傷を負わせられることが証明された。2008年の国際サメ被害目録では、人の挑発によって攻撃に至った事例が4件報告されているが、死者はない。分布域のほぼ全域における、 商業漁業や地域漁業で、ハエナは、刺ア網とロール網によって、意図的に、または混格で漁獲される。ヒレは、高級なフカヒレとされ、皮や軟骨と共に輸出される。肉は生、塩漬け、干物として、現地で消費され、葉アゴも販売される。インドネシア、ミャンマー、フィリピンや、様々なインド洋諸国での産後商漁業で漁獲されている。 遠洋漁業での重要性も増大しており、フィニングもよく行われる。繁殖力と移動性が低いため乱獲に弱く、オーストラリア北部のスコットリーフでは、インドネシアの地域漁業者により絶滅したと見られるほか、他の多くの地域でも珍しくなっている。2016年、IUCN のレッドリストでは、純絶滅器具から、気球種に、カテゴリーが変更された。 飼育記録は少なく、日本では2017年6月23日より沖縄中海水族館で初めて展示された。ありがとうございます。